グレー放送員、グレー放送員の名で知られるは、ロンドン中心部のカム・デンク・ホルボーンにある放送院で、ある。放送院は、ロンドンに4つあり、グレー放送員はその1つである。放送院は、法廷弁護士の要請、認定に関する、独占的な権限を持ち、イングランドとウェールズのすべての法廷弁護士を呼び、裁判官は4つの放送院のいずれかに所属する、ことが、 法律によって義務付けられている。グレー放送ンは、自らの名称にちなんだグレー、エスインロードに面している。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、チャンスリー・レーン駅。グレー放送院のンの庭園・ザ・オークス・サウス・スクウェアの建物、チャペル・グレー放送ンは、法廷弁護士の育成、認定を行う、非営利の協会組織である。 他の三つの放送員同様に、五世紀以上に及ぶ歴史を持ち、その敷地内に図書館、宿泊施設、ダイニング、チャペル、庭園などを持つ。他の放送員と同様に、グレー放送員がいつ頃成立したのか、定かではない。記録に残っているという意味では1569年が最古であるが、グレー放送員は1388年まで、 その歴史を遡れると考えている。記録に残っている1569年を基準にすると、グレー放送員は最も新しい放送員ということになる。ただし4つの放送員は伝統的に同格であり、どの放送員が最古かという論争はしないことになっているので、公式に最古の放送員が決まっているわけではない。現在、 グレー放送員がある土地にはかつてポートプール小園のマナーハウスがあった。この邸宅は13世紀の初代をウィルトン公爵、レジナルドでグレー所有であった。彼はチェスター裁判所の最高判事であり、ノッティンガムの保安官でもあった。彼の名前グレーは当時イギリスの貴族階級で主流であったフランス語読みであるが、これが英語読みになるとグレーとなることから、 彼のこの名前こそが、グレー放送員の名称の由来だと考えられている。1370年、グレー一家所有のマナーハウスがホステルを意味する、ホスピスシアムと記述されている。マナーハウスからホステルへの記述の変化は、建物が、寄宿舎として使われていたことを示唆していると思われる。また寄宿していた者たちは、法律家で、マナーハウスはさながら大学のカレッジのように、 なっていたとも考えられる。16世紀、トマス・クロムウェルや、エドマンド・ダドリーなど、国王の側近を立て続けに排出した、グレー放送員は、王室、特に放送員のパトロンであった、エリザベス一世の支援もあり、大いに発展する。ところが、この発展により、グレー放送員は図らずも社交上としての、注目される。ホールでは、ダンス、 仮面舞踏会や歌が催され、多くの紳士、淑女が放送員を訪れた。しかし、社交上として発展した、反面、肝心の放送要請機能は低下した。グレー放送員に所属することは一種のステータスとなったが、実際に法廷弁護士になるものは減少した。実際、1561年から1600年の間に1年平均62人の 法廷弁護士候補生がグレー放送院に入学しているが、実際に法廷弁護士となったのは1年平均でたった6人であった。なお、1594年のクリスマスには、シェイクスピアの間違いの喜劇がグレー放送院にて初演を迎えている。17世紀、全世紀の繁栄から一転して、グレー放送院に苦難の時期が訪れる。 イングランドで、新教と革命が勃発し、国王チャールズ一世の処刑、イングランド共和国の成立、王政復古など政情が不安定だったことに加えて、1680年から1687年にかけて、たびたび火災が発生し、建物を焼いた。特に1684年の火災では、図書館が消失し、貴重な書物が失われている。 グレー放送院のサウススクエアにある建物は壁面から突き出た梁を持つ天井を持ち英国政府によって第一級建築物に指定され保護されているこの建物はグレー放送院の建物が1940年から41年にかけてのナチスドイツ軍によるイギリスへの空爆によって深刻な被害を受けた後に再建されたものであるまた グレー放送院の他の建物の多くも第二級建造物に指定され保護されている。1590年代にフランシス・ベーコンが設計したとされるザ・オークスと呼ばれる庭園は中央に一本の道が通りその道の両脇にプラタナスの木々が植えられている。この庭園はかつて決闘の舞台であった。しかし17世紀頃には紳士 淑女の出会いの場になっており、サミュエル・ピープスも1661年の日記に、夕食後、若い従者を連れて、グレー放送員のザ・オークスを初めて歩いた。そこには、たくさんの着飾った男たちがいた。そこで私は初めて見た。フランシス・バトラー夫人を、彼女はこの公園のどの夫人よりも最も美しい、と記している。また、 グレー放送院はリケンズが一時期働いていたことでも有名であるが、彼の小説、デイビッド・コパフィールドなどの舞台となっている。グレー放送院は、ロンドンの主要な観光スポットとは言い難いが、誰でもその敷地に無料で入ることができ、その美しい庭や建物を見学することができる。英連邦や大英帝国の影響下にあった国々には、 コモンローという中世イングランドのプランタジネット町に生まれた法体系を採用している国が多く、また歴史的経緯からそれらの国々とイギリスの放送の人的交流も盛んである。そのため、グレー放送員の関係者には英国のみならず、それらの国からの留学生も多い。なお、下記の分類はあくまで主な活躍分野に基づいている。フランシス・ベーコン。 ありがとうございます。